リリー・ソビエスキーはアメリカ合衆国の女優である。身長178センチメートル。リリー・ソビエスキーと表記されることがある。ニューヨーク市にてリリアン・ルダベット、グロリア・エルスベタ・ソビエスキーとして生まれる。父はフランスの元俳優で画家のジャン・ソビエスキー。母はユダヤ系ポーランド人のアメリカ合衆国の脚本家で、 映画プロデューサーのエリザベス・サロモン。フランスとアメリカを行き来して育ったため、フランス語流暢に話す。インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアのオーディションを受けたことがある。1998年公開のディープ・インパクトで一躍有名となる。1999年公開のスタンリー・キューブリック監督のアイズ・ワイド・シャットで現代的なロリータ役を演じた。 また、同年放送のテレビミニシリーズ、バージン・ブレード・ジャンヌ・ダルクの真実で、ジャンヌ・ダルクを演じ、エミー賞やゴールデングローブ賞にノミネートされた。共演した俳優たちの髪の毛を集めるのが趣味。2009年9月に、紳士服デザイナーのアダム・キメルと婚約。同年12月15日にジョジを出産。二人は2010年8月に結婚した。ありがとうございます。